つもありがとうございます。ニニニットです。こちら、ブラザー KH811 と KR830、 こちらでワンバイワンリブ一目ゴム編みをまずやってみたいと思います。で、使う糸はこういう極細の2本取りでやってみます。テンション大丈夫かな。ちょっとテンション強くします。はい、これでやってみます。まずは針を準備します。ピッチは P5 になってます。で、一目ずつ、あれ、これ二目だごめんなさい、一目になっちゃう。これですね、ワンバイワン。で、この間を入れていきます。この間に ニッティングマシーンリバーっていう感じですね。このぐらいの目数でいいかな。はい、これでこういうふうにしておいて一回走らせて針を揃えてあげます。はい、針が揃いました。それでこの糸をこの間に入れるんですけど、私はいつもっていうほどやってませんがこういう、ペーパー糸、毛糸についてますよね。こういうのをこうつけたらこうやって入れやすいです。で、差し込んでこうやって入れてあげます。糸口に糸を入れます。こういうふうに来て向こう側にこう回る。この前を来て、前を来て、そして向こうですね。こういう状態です。はい、これでワンロー一段編みます。あ、で、スティッチダイヤルは、ニッター0で、リバー0よりちょっと下、これ、スターマークがないんですけど0よりちょっと下にして一段いきます。おっとっとっと、糸が、で、この糸端に重りをかけます。こういうふうに綺麗なジグザグが一目置きにこうできてます。そうしましたらこのキャストオンコムをワイヤーを外して、これがね苦手なんですね、センターの位置を合わせてこういうふうに自分の方に向ける感じですね。こういうふうに差し込みます。そしてワイヤーを入れます。この編み出し板もすごくいい状態だな。で、下ろします。ちょっと不均等かな。で、これ目数が少ないので、この大きいウェイトだと重すぎると思うので、トゥーヘビー、小さいの2つ均等な位置にかけます。はい、かかりました。リバーキャリッジ右側をこれ上にしますね。サーキュラーニッティング、リバー1、こんな感じです。で、
ニッターの方が、スリップレフトボタン左側をします。これで、編み目ダイヤル、スティッチダイヤル、リバーを0ぐらいかな、で1じゃちょっと緩い気がするんだけど、まあ1 0+1のぐらいじゃないかと思います。これでここ右側上レフトスリップボタン、ライトボタン、こんな感じで編んでみます。はい、まず、ニッターオンリーニッター編み木側だけが編まれました。次がリバーサーキュラーニッティングリタイムニッター、こういう形になります。3段3ロース3段編みましたらリセットで、スティッチダイヤル2ぐらいにしようかな、2スティッチダイヤル2で、あとは編むだけですね。とっても軽いです。 I need50 rows 50段編みました。気持ちよくて、ここからちょっと、ダイヤモンドパターン、ゴム編みでの模様編みですね、こうひし形を作る模様をやってみたいと思います。まず、センターの2これだけ、と両端だけ、編み木の方に残します。これで普通はダブルアイツール、これで目を移していきますね。こんな感じです。4目だけが4スティッチズがニッター、あとはリバー、今こういう状態です。2目が入って2目が外に出ました。でこれをまた、外にずらし2目ずつ、入れ替えていきます。この2目を2目ずらします。ここはまだ出さない方がいいですね。裏目を写すんで2目ずれます。こうですね。そして裏目が2目中に入ります。こちらも慎重にはい、これでこういう状態になりました。で2段編みます。編めたかな、あれこれ串刃にかかってない、あここ編めてない、やっぱ針出した方がいいかな、ちょっと重りが足らない気がしますね、重さが。ここ大丈夫。
トライアングルですね。これをかけて、ちょっと重いの一つやってみようかな。こういう風にしてみます。はい、編んでくれました。全部編めてますね。ではまた慎重に移していきます。では3回目、3 times。これあのリブキじゃなくやろうと思ったら、もうタッピ返しラッチャップラッチャップですよね。ダメずらして、全部出しといてみよう。ここは編めてないですね。端っこの重り、重さが足らないってことかな。これも編めてない。工夫してみようかな。このちっちゃい重りをこういう風にしてサイドにかけます。かけてみます。目の上ですね。よいしょ。で、小さい重りてみよう。スティッチもっと大きくてもいいのかな。スティッチダイヤル2ポイントアップ。また中に入れる。外に出します。ここが怖いんですよね。で、こうなりますね。で、あ、間違えた。目を間違えました。これとこれだ。2 2と、あともう一回ってことですね。これはい、2だ。あ、これ出しちゃダメ。
スムーズに抜くためには勢いがいるのかな。取って、まだきついのかなこれ。はい、はい、これで、センターに戻りました。重り、ケーブルにします。1 2 3 4 5 6。そばば回りから失敗したりして1本ずつ移すと。スイッチが早いかな。こんな感じで。嫌だなこの2目、ドロップした2目です、これ。これは、タッピ返しで直します。ちょっとまずこの重たいこれを、はみ出し板、キャストンコム、外します。どういう仕上がりになってるかな。少し重りを加えてあげて、はい、できました。あららららら、ら一目落ちてますね、これ。やったー。サーキュラーニッティング、サーキュラーキャストンって言っていいんでしょうか。ここをで、こういう風にされますよね、先生方ね。はい、見てみたいと思います。こちらが一目滑ってましたが、こちらがワンバイワンリブですね。で、ここの袋編みがとても綺麗にできてます。やっぱりリブ機の方を、ミニマムスティッチにした方がこう締まるみたいですね。まあ、編み機もゼロですけど、こんな感じで裏目が貴重になった模様を編むのに、リブ機はとても、very fun、to knit、patterns like this 1 by 1 leaf and diamond pattern。Thank you for watching. ありがとうございました。